Dalawa pala yung stage. Dito pala sa kabila. Tapos na ang performance dito, meron namang basunod. Hindi ko mabasa. Sa field area, yung nagpapaputok naman ang event. Tanghali na, nakakagutom na, daming tao. Dami dun, no, sa taas. Dito sa area na to, ang daming mga booth. Nakakabili ng mga kalendaryo, pictures, sa mga ninja. Basta about sa mga ninja, nagbebenta sila ng ganung products. Hinahanap ko kung saan yung mga pagkain. Nagugutom na ako, tanghali na. Saan kaya? Hindi ako maka-eksena ng pa-picture. Kasi ang daming pila, tapos wala pa akong kasama. Ah, dito pala, mga products na about sa ninja. Mga souvenirs, yung mga crafts nila. Pero pagkain talaga hinahanap ko eh. May kalendaryo, may mga keychains. Kaya dito mo makikita. Ang laki nito, ang daming tao. Wala, nakakalungkot, wala pa lang pagkain. Dahil nga pala may corona, wala palang booth ng mga pagkain ngayon. Nanonood naman ngayon ako ng event, yung parang fire drill nila. Daming tao. Iza hanachi, tsurube hanachi! Babagome! ナジの伝来について、申し上げますと、皆さんよくご存知の種子島鉄砲伝来1543年ですけども、やっけー、はい、イブタキ。 残弾処理 Bonjour.
一つ火縄銃の加害事業で子供たちによく人を殺すものと、そういう答えが返ってきます。なるほどねって。だけども火縄銃というのは戦国時代、まさに国を統一するそのためには、やむを得ず火縄銃が火を放ち、人馬を殺傷しなければならなかったわけでございます。戦がないためにも火縄銃は大事である。江戸時代には徳川家康の平和な時代になると、非常時のための防備と鉄砲衆右踏み違い車座にそれぞれ出発。ただいまから火縄銃の実演に入りますが、空砲であり、ますが、江戸時代の火縄銃の bumalik ulit ako dito sa my stage kasi meron ulit performance.
Nakahanap ako ng pwesto dito sa loob. Nagugutom na sana ako. Bumili na lang ako ng milk tea. Hintayin ko na lang yung performance dito kasi maganda dito eh. Ang ganda ng show. Nakakaaliw at nakaka-enjoy. At in fairness, libre, di ba? Talagang tunay na mga performer ang mga nagpe-perform. Nakakatuwa kanina, nakita ko pa yung sa Okazaki Castle na nagpunta kami, kung saan ako nagpa-picture, nandito rin siya. Nakakatuwa. Ang ganda talagang nagkakaroon ng mga gantong kaganapan to promote na rin yung tourism. Hindi lang sa Aichiken area, kundi sa iba't ibang region ng Japan. Pinopromote nila yung kung anong meron sa region nila at ini-invite nila lang magpunta. Unti-unti na rin nag-o-open ang Japan for tourism. Bagamat meron pa rin corona, pero unti-unti, nag-o-open na ngayon. Thank you.
皆様、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 皆
3番北風遮る白い身長天使か
そのような噂が、唐国を攻めることになれば、また多くの者が死ぬであろうの。まさかとは思いますが。先日、光秀が上様に歓迎したと秀吉殿から聞いた。まさかその歓迎は空入りのことか。議長様、もしそのことで光秀様のお国が召し上がったとなれば。さすがは道山様が見込んだ忍び、勘が鋭いですな。光秀か。今の信長様には貴重様の言葉さえ耳に入ることはないでしょう。やはり日の本一党後は唐国に攻め入ると。
信長殿の同盟相手であったわしと倉家康は次に命を狙われることとなる。危険な伊賀を越え岡崎の地に戻ったわしは家臣である。服部半蔵に命を下した。今こそ伊賀者の豪華者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、我らが救う徳川。 26日、27日に忍びの技という名で舞台公演を打つこととなった。さあ、この様々な 詳細な情報は徳川家康と服部半蔵忍者隊の青い呟き。龍凪の前破天の縁決まる。大木殿の探偵狩政の凛、服部半蔵正信、捨てわしが将軍徳川家康。
助けに行かされませ。ホーマに行くなる。武将の金方をお助けするため、摂津浦の戦場を東へ西へ、我ら遠の下の力持ち、名古屋を表なし武将隊神笠隊よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、侍忍者フェスティバル 2021、 我らが最後の演舞にござる。盛り上がっております。さあ拙者が勝ち取りやストレート申しました。 拳を、えい、えい、おう、えい、えい、おう、えい、えい、おうと、天高く突き上げてくださいませ。さあ、それでは皆様、右手の拳の50秒は、さあ、山の上の皆様も、ぜひとも勝ち組に参加ください。こっから全員見えておりますからな。では、参る。皆様も、勝ち取りや、それ、えい、えい、おう。 ありがとうございます。我らの演舞、最後の最後までぞっくんにお楽しみくださりませ。我ら名古屋をもてなし武将隊は400年前より蘇りし者の不集団。本日は現世という、世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前、戦国によって何も変わりってる。 故に刀とは蘇る。大地開闢。我らが祖先、混沌の中に生まれる。八百万の神々に見守られ、梅を増やせよ、この地に道を。緑に恵まれ、水が溢れる。豊穣なる大地を我らに黄金の稲穂を与えたまえ。さらなる海を我らに恵みの地、与えたまえ。我らが島国、人よ集まれ。我らが生まれ育った場所、 戦国の世、この愛知で多くの戦国武将が生まれた。そう、ここは我らが生まれし場所である。稲の者、この城の元に集まれ。我らが生まれ育った場所、この名古屋に。 Yeah.
들렸고요. 나다! 소희야! 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 자기 또 라고 넘어올까나? 이나노무노 대별시야 마일도 성성성성성성 신원호모 성성성성 단단하여 그 마일도 성성성성성성성 아이고와 오키다 학식이야 노래가 여기 미나토모니 마일로 ここで大きな拍手じゃ。 天下太平の世初代の幕府将軍 あの者、マッサノ わしが 尾張名古屋海部の祖 徳川家康、天下府を確認した男は光を放つ。その光は新しき世の明けものか、全てを焼き尽くす炎か。大陸天魔王織田信長。 一時を語り起こすようの、わしが大陸天魔王、織田信長である。皆の者、勝利の前祝いじゃ、勝ち時を挙げよ。は、名古屋と愛知と、ここに集まりし南の明るい南に勝って、勝ち時じゃ、それ。えい、えい、あー、えい、えい、あー、 この国に夢はあるか。 わしのために集まってくれてありがとうじゃ。いやいやいや、
そこを当たったふりするとこだ。汚ね。わしの先生がかけてやろうか。前田刑事何を言っておこうかし、まあしかしながら前田刑事も含めて、うん、今日はモノノフ侍や忍者に会いに来たんじゃな。皆の衆一日どうじゃった。ありがとうございます。その中に前田刑事お主も含まれる。いや福原さんは何じゃ。やはりちょっと浮かれるなと。浮かれるわな。何を言うかと思うと、ちょっと振り返っていただきたいと思います。まずは一様からまず、そうじゃな、一様いかがでした今日一日振り返ってみて。はい、あ、私こちらに。いや別に真ん中出ろとはもう3月すぐ出てきたからな。いいぞ、ぜひ真ん中で。もう今日という日がね、うん、もう迎えられるということがもう奇跡のように今感じておりまする。これどこの絨毯。これな、愛知県産のヒノキでできとる。ヒノキでできとるんですか。あ、ありがとうございます。ね、おちは置いてきぼりしないでください。しばらく見守るさよ。おちはもう炭の下で。もう押してるんですか。終わったんだ。終わったんだ。あなたには天下人ゆえに突っ込めないという。なんか本当にちょっと感想聞きたかったんですけど、まあいいんです。あのね、締めてもらいたいんです。ウルカンに。何始まるんじゃ。ウルカンに。ウルカンに。キレが素晴らしい。ああ、最後に勝ちの気を挙げてまいるか。まあ、例のごとく、ぬしらは心の中で精一杯叫ぶがよい。よいか、わしは永遠王と続くがゆえに、三度ともに拳を掲げようではないか。侍忍者フェスティバル、まだ早い。永遠王はまだ早い。侍忍者フェスティバル2021、この成功を収めたのは、ぬしらのおかげ、そして、全国、ここに来れなかった者たちが、この流行り病と戦っているおかげじゃ。
我らもまた2022この地戻ってまいるためにこの地でまた戦ってまいる。そしてまたここで会おうではないか。皆の者、拳を掲げろ。参るぞ。ここに集まりし皆々と三大忍者フェスティバルと全国のモノノフ、そして日の本全土の明るい未来に向かって立ち続けや。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございます。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。Hot, hot, 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 h